序盤のターンに注目。さあ、まずそのターンです。ここは2回にしてきました。より高い実施を選択した山田。これも E 難度のジャンプ。そしてこの後の前方系の技で全日本選手権では尻餅や落下がありました。中盤の一つ平均台の中ではポイントになります。山田耐えた。そしてもう一つ、おっとここも耐えました。そうですね、少し緊張感のある演技ですけれど、ラストまでしっかり気を抜かずに頑張ってほしいですね。最後は後方の屈伸2回宙返り、一歩わずかに動きましたが、落下なくミスなくこの平均台やりきりました。序盤のターンは回を選択してきた山田。さあこれで、上位との差もさることながら、後ろの渡辺と坂口との差がどうなってくるかというのもこの山田注目です。ここですね、序盤のターン。はい。この2回ターンはいかがでしたか。そうですね、この2回ターンは非常に軸が安定していて素晴らしかったと思います。はい。上げていきたいと話していた山田ですけれども、今のが E 難度の交差はという丁寧な印象がありましたね。そうですね、後ろ足もしっかり上がっていたように思います。はい、ここも全日本では尻餅をつきましたけれども、しっかり耐えました。まあ、全日本選手権からわずか3週間、選手にとっては短い期間の中ではありますが、本当によく修正してきましたよね。そうですね。終わった後の山田というのは本当に表情豊かな演技ですね。そうですね、こう安堵の感情が伝わってくるような感じですね。トップとの差が 13.499、 これを出せばトップです。ただ山田の場合は後続との差も気になります。この3種目目、この後は宮田は 13.166 を出せば片原に並びます。2種目目を終えた段階では0.3という差でした。最後のゆかの演技を考えれば、笠原としてはリードは大きくしておきたい。 12.733 でここまでの2位です。全日本選手権の予選と同じスコアになりました。ただ落下はなく、後続の渡辺と坂口との差が縮まりました。縮まって4種目目を迎えることになります。さあ宮田も序盤の宙返りの技で落下がありました。今日のテーマはミスをしないこと。ここです、ここです。はい、素晴らしいですね。転んだ後から後方の伸身宙返り、姿勢も良かったように感じます。はい、勢いのある演技を見せている宮田。段違い平行棒、そしてこの平均台はミスをせず最後につなげたい宮田です。と耐えます。この後もまた宙返りがあります。トップの笠原とは2種目を終えて 0.3 の差。
13.166 でトップに並ぶ宮田です。ラストは後方の屈伸2回宙返りですね。はい、 B 難度の技と後ろに大きく一歩、それでも落下なくこの平均台を終えました。山田にしてもこのちょっと胸を叩いてますね。宮田にしても、ミスがあった種目でしっかりと立て直してきたというのが菅の力ですね。そうですね、宮田選手動じることなく攻めた演技が今の平均台でも見られましたね、はい、どのあたりに一番その攻めお感じになりましたか。そうですね、もう自信のあるような動きでしたり、はい、またもうここのロンダートからの後方の伸身宙返り、はい、ここ乗ったところでもうしっかりもう大丈夫だっていうのが伝わってくるような演技でしたよね、はい、最後の E 難度の折り技屈伸のダブル、回りすぎてしまったかなっていうところがあったんですけれど、はい、しっかり足を一歩出して転倒することなく立つことができましたね。回りすぎてしまったんですね。そうですね、少し上体が後ろに倒れてしまいますと、はい、そのまま後ろに転がってしまう可能性もあったんですけれど、はい、しっかりパッと一歩足を出すことができていたと思います。 13.166 が出れば笠原に並ぶ宮田、最後の床はこの宮田が得意としている種目です。これで一般の選手すべてが3種目目の平均台を終えました。 13.166 という差が出ればトップに並びます。これで3種目を終えて最後の床へと向かっていきます。選手はそうですけど、見てるこちらもドキドキすることです。そうですね、13.300、ここでトップに出ました。笠原との差が 0.134、 今度はリードをします。宮田リードをしたまま最後の4種目目床へと向かっていきます。